空の上？何？どういうこと？落ち着いて。さっきの塔の装置でここに飛ばされただけ。クリストルはここの上階にあるかもしれない。それは記憶か？それともお前の願望か？どっちもかもね。 敵がいる。叩き潰すぞ。 この壁は危険だよ。離れよう。見れば分かる。そうだよな。あ、ごめんごめん。黙るな。いいか、慣れろ。お前の雑な注意喚起はたまに役に立つ。<笑>って、それ褒めてない。 Oh, my God.
ッチと連動しているようだな。目の前にあるのにな。この光景、嫌な予感がする。予感が的中した。変更だ。これで行く。さてと。これで行く。あれはキューブだ。調べておこう。攻撃を受け流されているようだ。やめな。なんでやる。なかなかの代物だ。もらっておこう。やるか。蹴散らしてやるか。さてと。一度体勢を整えよう。相手する？やるぞ。ついてこい。ここに来た時、女を見た。お前たちはどうだ。いや、見てないよ。俺もだ。幻影を見たのかもしれないな。ああ、そうか。ここまで来るのに苦労したよ。
動けなくなる？あんたに頼られると力が湧いてくるよ。やってやる。ここからだ。手応えがなさすぎる。何かあるな。初めて会った時、カオスなどいないと言っていたな。今もそう思っているのか。こんな旅をしていたら考えも変わるよ。今ではここでカオスを見た気さえしている。そりゃいい。この先はカオス討伐のことだけ考えてくれ。敵を呼び出すつもりか。アク、一気に蹴りをつけよう。力が湧いてくるよ。本当まずい状況だ。絶対に負けないから。アッシュ、当てにしてもいいか。あんたに頼られると力が湧いてくるよ。当然
となしくしていれば倒されずに済むの。これで行く。キューブを見つけた。調べておくか。だらけだ。下手をすると大騒ぎになりそうだな。気をつけよう。おでん食うだろ。ったく、やってやろう。
だな。圧勝だな。敵だ。降りかかる火の粉を払おう。出てきたか。ヤク、戦おう。すぐ頂上という感じだな。ああ、気を引き締めろ。調べてみて。こんなの初めてだ。カオスだ。
に染みついた過去だ。気にするな。お前がカオスか。いかにも。4人のカオスの一人。4人だと。風のクリスタルがあれば風のカオスがいる。木のクリスタルには火のカオス。水のクリスタルには水のカオス。土のクリスタルには土のカオス。なるほど、そういうことか。ついにここまで来たか。だがもうお前たちの運命は終わりだ。風のカオス、ティアマット。
おい。君たちがティアマットを倒したの？ああ。よくやったわね。あんたは？私は闇に囚われていたみたい。カオスに負けたのね。私はソフィア。よろしく。風よ、クリスタルが復活するわ。水晶、クロ水晶を出して。こっち。ありがとう。何が起こったんだ？説明はできないわね。私はあの霧の対処方法を知っているだけ。またもや謎の装置の登場だね。何か知っているらしい。ソフィアがいなかったら私はまずかったな。ソフィアの話を聞いてみないか。あの機械、何なんだろうな。ソフィアがいなかったら私はまずかったな。どう使うんだったかな。私は記憶が消えにくい体質みたいで、断片的な旅の記憶があるの。ここへも来たことがあるわ。きっと何度もね。そして何度も死んだ。多分。私はカオスを倒したい。この思いを何とかしないと。苦しくてたまらないわ。同行してもいいでしょ？断る理由はなさそうだ。死なないでよ。いてくれないと忘れちゃうから。それはお互い様。そうだった。火のクリスタルか土のクリスタルか方角が選べるようね。少し考えるか。カオスは実在し、しかも倒せる敵だった。それだけでも朗報だね。なるほど、転送装置ってわけだ。早速使ってみようよ。火のクリスタルか土のクリスタルか、どっちにする？火か土か、どっちから解放するか決めた？火のクリスタルを解放しよう。